初戦を勝利で飾った曹操軍であったが、圧倒的兵力を誇る袁紹軍の優勢は変わらず、両軍は関都水を挟んで対峙を続けていた。よし、放て！曹操様、敵は土山の上に築いた櫓から矢の雨を降らせております。我が軍は居すくめられて身動きできません。何かいい手はないものか。投石車を作って敵の櫓を破壊しましょう。うん、やってみよう。袁紹様、曹操軍から大きな石が打ち出され、我が軍の櫓が次々に破壊されました。弓兵は霹靂者と呼んでおじけづいています。殿、上がダメなら下から攻めましょう。おお、公孫さんを滅ぼした時の地下道作戦だ。よかろう、総力を挙げて掘り進めよう。だが袁紹の地下道作戦を察知した曹操は、関都城の周囲に塹壕を掘り巡らせて対抗。戦いは膠着し、長期戦の様相を呈した。